吉村君、はい、北海道ということで、はい、メモリーというかあるでしょう。ありますよ、もちろん。それで言うとやっぱ芸人さんになるとかそういったところでやっぱりこれは外せないなみたいな、なんかありますかね。テレビ北海道って不思議なことあんまバラエティーってないんですよね。ありますけど、うん、関東とか東京とかのやつをゴールデンのやつを見るみたいな。そりゃそうですよね。それがね、あんまり大阪の深夜番組みたいな感じのがないんですよ。芸人さんとかおらんしね。はい、さらに芸人になろうと思ってるところのね。だからそうする、なんで芸人になろうと思ったのかなと思いますけど、はあ、まあ、あの番組の影響はめちゃくちゃありますよね。水曜どうでしょう。これでございます。やっぱそこは外せない。僕はもう外せないですね。話したことあるんですか、フジアンとか嬉野さんとか。いや、ないですよ。僕が出るようになってから北海道の番組でももう上の方なんで、もうお見かけしたことありますよ。で、話したことはないです。来ていただいております藤村さんと嬉野さんです。すげえ。こんにちは。うわ、すげえ。あー、どうも、初めまして。ありがとうございます。藤村生嬉野でございます。入っていいの。どうぞ。あ、この声だ。いや、ジローちゃんさ、もう今のバレバレじゃん、今の話。ジローちゃんさ、この声だ。うわ、すげえ。あ、はじめまして。あ、はじめまして、吉村でございます。藤村でございます。お願いします。よろしくお願いします。いや、どうも、はじめまして。吉村でございます。お願いします。これがね、もう申し上げております。いや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 、すごいこと起きましたよ。あんたらの方が、この人たちの方がすごい。いや、俺らはもうまだ何もなしてませんもん。え、すごい出てるじゃない。いや、出てるだけですもん。ただ水曜どうでしょうって言ったらやっぱちょっともう伝説になりましたし、全国的にもなっていまだに車にステッカー貼ってる人いるんですよ。まあそうだよね。そういうこともあるんです。そんなもう YouTube の走りって感じですよね。あれ YouTube の企画パロったのいっぱいありますもんね。なるほど。地上波だけども YouTube 的な、あの元祖的な、もうそれはそうだと思うよ。そうですよね。テレビじゃないから、あれ。もともとだからテレビっていうものの作り方を作ってる東京だから、ほとんどの作り方もね。ああ、それ真似したってダメだから、だから個人でもできるような、まあ2人でできるようなやり方ってなったら、まあ結局それって今の YouTube と同じことだからね。特にそれをやったっていう編集が多分問題やことだよね。編集同じだね。まあもうワンカメつないでいくとかね。そうですね。まあ YouTube みたいな編集大変だったんじゃないですか。でも結局ほら2カメ3カメ引き連れてくるじゃん、東京だと。はい、そういうことがないから、1台だからもう割り切ってもう言葉でどんどん切っていって、だから絵面がどうのこうのとか気にならないっていうか、気にしなきゃ別に。あとこう文字が出ると、文字新宿で撮れるでしょ、はい、一切説明いらないみたいな。ほうこう話してて次のパートで新宿って言って、我々がもう新宿にも繋がってるでしょ。はいはいはい、はい、そうすると面倒くさいこと切っても、あらゆるところが文字が繋がるから、便利だよね。そうね、特にすごいよくそのトーンで話せるな。はい、どういうこと。いや、もうちょっと俺、助走をね、話せるの。いきなりこの核心に、撮影方法。でも助走とかもういらないですよ。いらないよ、別にね。いや、確かにね。俺ね、まあ、中学の時にやってたんですよ。おう。もう、それ何年頃、25年。5年。前。いや、本当に始まったもん。その時に、みんなでサイコロ作って、キャラメルの。それでノートに書いて何出たらどこ行くっていうのを自転車でやってたんですよね。あ、そう。だからやりたくなるんです。やりたくなりました。で、革命的でした。あの世代の子供たちが見るバラエティっていうのが夜なかったんですよね。そうだよね。はい、そうだよね。最初ってたらどんな感じなんですかね。友達かなんか聞くみたいな。最初は噂です。この人が見てる、やっぱ途中から見てもあんまりまだ分かんない、うん、時もあるじゃないですか。最初から見た方がストーリー面白いからこれ見てよって言って見て、うん、で今度リアルタイムで見るっていうことを繰り返して、それを今度また次の人に渡してっていう、なんかじわじわ増殖してった感じというか。どこでハマるんだろうね。なんでしょう、中学生だね。そうですよね。なんでだろう。やっぱもちろん演者さんのあのキャラもありますけど、いや当時はまだ知らない人だな。はい、あるんですけど、このどっかでこのヒリヒリ感もあるじゃないですか。スタッフさんとの喧嘩と本当に人間性が出るというか、もう疲れたらちゃんと喧嘩になるし、嫌なものは嫌だしっていう、あれが演出かどうか当時は何も考えないですよ。でもそれがなんかハラハラしちゃって、なんか見ちゃいけねえ覗き見してるような
そんな感じがしましたね。大人が喧嘩してる、喧嘩してて普通に揉めてるし、一人騙されてるしとか、なんか全部の要素が詰まってて、これ僕勝手なリンクなんですけど、すいませんね徳さん、ちょっと私ですけど特番の原付のやつのスタートのとこで僕1ヶ月1万円生活を後にするんですよ。おお、そこで、あそこのあの裏です、映ってる裏でテント張って生活するんです。羽田の、羽田のあそこで、なんかそれを勝手にここそうだよ、ここスタートだっていうのを思ったりとか、あそこに行ってあの場所が分かる人ってあんまりいない。いやあそこでした、ボロあそこだって何回も見ちゃいますから、あれそうだよなとか、あそこからって勝手に思ってるっていう。そんな水曜どうでしょうでございますから、これはもう楽しみでしょうがないですね。でも聞きたいこと聞いちゃうとなんか嫌じゃない、そんなことない、好きな番組の裏側とか、とかあのさ裏側しかないから、うち基本的に。そうなんですね、だからどれが裏になるのかなっていう。そう裏はないね、ないね、全くないですね。へえ、そういう意味で言うとね、まあ、でも言うんであれば、普通のいわゆるテレビ、今まで僕らは自分たちが見てきたテレビっていうものの作り方は逆を常にやるっていう。やっぱ二郎さんも言ってた、逆なんだな。そうしないとほら目立たないから、はあ、まず、はあはあ、これはもう全国狙ったんですか、もう腹から打倒東京、ふざけんじゃねえこの野郎っていう。そんな大人は面白いのそんな強いさ野望とかさ、そういう風になっちゃうと、はい、ちょっと他から攻撃されやすいだからうちね、あの水曜どうでしょうっていうタイトルはどうですかこんなのっていう、あれ本当定性のつもりなのよ。いや水曜どうでしょうですよ、全国の皆さん、どうでしょう、じゃなかった、それやるとダメなんだ。あ、そうなんだ。なんかさ、だからね、ちょうどね、あのこれ HTV でね、うん、どうだっていう番組があって、はい、ありました、ありました。なんかそれを見てね、愕然としたもんね。こういうことやってるからローカルダメなんだと。あ、どうだっていうのは。もうさ、ローカル局で一番みっともないのってさ、誰も見たことないようなさ、はい、タレントが出てきてさ、はい、あれ全部模倣だから、俺見てて恥ずかしくなるのよ。なんかもうちょっと自分たちのやり方でね、どこの地域行こうが、東京都のレポーターと同じことやるって知ってるでしょ、はいはいはい、俺恥ずかしかったから見てて。なるほど、田舎者だなこいつらと思って、自分たちの文化ってないのみたいな、まあそういうのがあったから、まあどうせ地方のローカル局のテレビなんて若いやつは絶対バカにしてるから、だからなるべくだったらローカル番組って思われない方がいいというのがまず最初にあって、だからいよいよ北海道テレビが満を持して札幌の皆様にとか、そういう大文句一切なしでダーッと始めて、はあ、でだから札幌じゃなくていろんな日本全国とか行くようになると、なんとなくほら東京ので作ってる番組かなみたいに思われるから、まず最初にバカにされないっていう。最初なんか止められないんですか、このいやさすがにこれじゃ数字取れないんじゃないのみたいな。そういうことだな、一切関係が我々の番組期待してない、期待してない、期待してない。最初からですか。最初からだって、シャワーがかけた番組でも何でもないからさ。えでもローカルそんなもんなんじゃ。でもいっぱい企画書いてくる人はいるじゃないですか。いないよ。いない、いない。えローカル局でさ企画をさもう持ち込む人とかさ、そんなやる気のある人いないよ。そうなん、いないいない。あ、みんなもう別に来た仕事をやる、来た仕事をやればいいし、まあほぼキー局が作った制作した番組流しときゃいいわけだから、正直そんな面倒くさいことはあんまり。とはいえ北海道初のね、なんだ全国向けての番組です、やりましょうよっていう局の期待なかったですか当時。ないよ、ない、ないしょ。そんなことをかけてなんか成功してる番組あるそうだよ ねそういうやつの方が多分ダメだよ。はあ、だからそういう意味では全然期待もされてなかったから、期待もされてない、好きにできたっていう。好きに、なるほど、まずは好きにできた、ね、まずは好きに。だからやってみると意外と企画書をねきっちり丹念に、だから企画書すらなかったわけよ別に。でそういう企画書を書いた番組っていう時点でもう東京の模倣なのよ。なるほど、まあみんなが多分おっさんたちも理解できる企画書を書いた時点でもう模倣なんで、うちはそういうことはやらないと。まあ自分たちの頭の中で考えてることをそのまま、だから最初やったのがその最高の旅をね、はい、だからどうなるか分かんないわけよ本当、はいはいはい、それは計画しろって言ったって無理な話じゃん、はい、だからでもやってみたらなんとかなんじゃねっつってやり始めるっていうことは企画書に書けないから、はい、でやっちゃったわけよ、はあ、でやってみたら会社がその注意するとかそういう
以前にも作っちゃったからこっちは、うん、で初回からもう結果出ちゃったのよ。数字割れて良かったの、もううち数字そうなんだ、一発目から一発目から割と数字は良かった。一発目特番でしたって、一発目、いやいや違う、レギュラーですか、別にレギュラーで深夜1時ぐらいにやったんだけど 4% ぐらいは取ったのよとりあえず、で、あそこで 4% 以上も取れれば全然合格だから。なんで一発目そんな取ったんですかね。いや面白かったからでもじわじわ伝わっていくじゃないですか。そうですよね、最初からだって初めて番組始まって面白いかどうか分かんないから、あれ そのためにラテラにどう書くかっていう、ラテラってラテラ書く人が書くじゃないですか。いや俺ディレクターが俺が書いてる。だからこの煽りとして、まあ、サイコロを振ってね、あのどこに行くか分かんないで運任せの旅みたいに書いてでやると、まあ、多少は人は引っかかってくれるだろう、はあはあ、で、あとはその番宣みたいなやつを大体さバカみたいにさ何々始まります見てねーしかやらないじゃない大体、はい、でまああのガメラが当時すごい、はい、あのなんとなくその音楽が良かったので、はい、まあ、それを使った予告編をみたいな感じのやつ作って、そうすると煽られるわけよ。なんかめちゃくちゃ尖ってるな。だから今で言うサムネってことですよね。まあそうね、ラテランとか引っ掛けて、はいはいはい、そういうことだね。でやるとやっぱ思った通り初回からなんとなく見てるし、で中身見てくれさえすれば今まで普通にローカル局をやってた、それからゴールデンでやってるキー局の番組とは全くテイスト違うから、これに慣れていただければみたいなね。なんか社内で社員の人たちが編集室に来てなんか見てるよって言うわけですよ。はいはいはい、身内が見てるよ面白いよっていうことってあんまりローカルの人自社番組だからないわけですよ。ほうほうほう、だいたいお手盛りのものを作ってる、まあ、なんかこうお茶を濁す的なことが多いんですよ。はあ、それでいいわけですよね。数字を取らなくてもキー局の番組を流すっていうことでお金が入ってる。なんでそれを逆にしなかったんですか、うん、これをやっときゃいいよっていうあれがあるわけですよね、はいはい、この程度のことをやれば褒められるし怒られないし、はいはい、食っていけるっていうのをしなかった理由は何なんですか。俺ほん、まあ、テレビ好きだから面白いね、テレビは笑いずっと好きだし、だけど自分が作ろうとは思ってなかった。あれ見るもんだと思ってたわけよ。テレビはね、テレビはね、テレビ作るんだったらそりゃね東京のキー局に就職すればいいのにさ、わざわざ北海道にテレビ局を務めるってことは番組なんか作りたいと思ってないわけよ別に、はい、ただなんとなくテレビ局の方がなんか楽しそうだったから行っただけなんだよ。まあそういうので俺最初に入社してから5年間はもう営業系の仕事してたのよ。でも俺やってるとさ分かってくるのよ、視聴率が悪いとこんなにテレビ局ってダメになるのかっていう、いやもう直結してるわけよ視聴率の高さがね。だからまあそれで自分は報道行きたかったんだけど制作に行けって言われて、報道報道をやると本当なんですか。報道記者になりたかった。嘘でしょ。嘘じゃねえよ。いや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 こんなこと言うの硬派な。無理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 絶対無理。やりたかったの。はあ、まあ、そんだけどまあ制作行けって言われて、だから言うで、そこで言ったのが、いや視聴率2桁取る番組作んないとあのテレビ番組作ってる意味がないからっつって、2桁を取るためにはどうするかっていうのをずっと言って、だからもう今まではありきたりのもの作ってダメだから、もうとにかく自分らが面白いと思うものだけやろう。それで別に会社に言ってない。うん、そうだね、言ってないだろうし、うん、この辺で言ってるだけ、この辺で言ってるだけで、まあ信用してもらえないから2桁取るなんて。いや本当になんかね、あの誰からも相手されてないわけこの2人ですか。そうそうそう、でもこっちはなんか真剣だから、うん、そんな相手にしてほしいとかないわけ、うん、好きにできるんだもんね。でも盟友ですよねお二人は。もうずっと仕事でね、はあ、つながり合ってる感じ、はいはい、だ最初からもうピンときたってことですか。だって最初からってその我々で一緒にやろうなんてできない。できない、はあ、たまたま人事で一緒になったから、はあ、まあ、そうなってはでも確かにね、まあ、この方じゃなきゃなかなか俺とは全然違う思想を持ってるんでね、はあはあ、俺大体何でもできると思っちゃうわけ、はあはあ、この人がそこ止めてくれるんですよ、はあ、それあなるほど、ちょっととかね。俺はねそんなになんかやりたいことないのよだからこういう人探したんだって、うん、なるほど、こういうなんかやりたがってる人っていれば、あそれは楽だな、はあ、だお互いこれやりたいこれやりたいだったらうまくいかなかったかもしれない、まあ、そうだね、あ、まあ、それでだね、多分ね。一発目なんですか、その野望を持って作り出して当たったのが一発目か、うん、そうそれはすごいっすね。だからそういうなんかあるんじゃない、
あるんじゃない最初から何回じゃ普通で失敗してとかだよねあそうそうそうで当て方あやっぱもっとこうしたら当たったのかなって続けてっていろいろ調整してこれドンみたいなだからそういうもんじゃないんじゃないなんか分かんないけどなんかさいやあんじゃないなんかあるんすね分かんないけどそういうことじゃないってことか当てるとかっていうことじゃないと思うんだよねへえ。当てるってことじゃないだろうね不思議っすね自分が面白いと信じてるってことぐらいじゃないそう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 この瞬間俺が楽しいと思ってる俺も楽しいと思ってるっていうところにどれだけ嘘をつかないでずっと行くかってことだけだよ耳が痛い耳が痛いへぇいやもう嘘つきすぎてどれが嘘か分かんないでしょ私なんて割りだから何のためにやってんのか分かんなくなるともダメだよねいや当てるっていう時点で多分だからちょっと感度がおかしいと思うそうなん当てられるもんじゃないし、もともと道中おかしくなることなかったですか道中、番組が当たってきてで、もう番組サイドもいろんなスポンサーさ、うん、で、いろんな人が近づいてくるからねそう、で、これもう大人気番組になっちゃってから外すの怖いとかお客さんっての意見っていうのはまず聞かないわけよ特に批判は全く意味がないから批判あったあるあるある新作作るたびに、ああもう終わったなとか平気で書くやつがいてねえと思うね、やっぱりね分かってねえくせにと思ってもういなくていいもん、そういうやつらそういうやつら見てほしいとこっちは思ってないからいや、すげえ尖ってんな尖ってねえって普通だろいや、でもどっかでへこんだり、ああそうか、直さないからへこみはするよ、だからへこむの嫌だからもう言いたい奴らはいるわけだよまあそういう人たちのことはまあ一切もう無視するしだから逆に言えばファンの人からいや、ぜひこういうことやってくださいっていうリクエストも一切聞かないっていうあ、なるほど一切聞かない、まあ、だからそれになんか心を動かされるよ、はあ、動かされるでしょすごいいい企画があったりとかそれはいいなと思ったら多分やったらやるけどただ世の中はこういうところに行ってほしがってますよって意見についていくってことは多分なるほどできないんだろうと必ず自分らが先行そう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 世の中がここに来てほしいで行くもんじゃないと一か八かのそこが正直なんじゃない それ以外なんか信じるものがないんじゃない、うんちょっとなんか言いづらいかもしれないですけど、うん、最近こうテレビバッて見てるとなんか似たようなの多くなったじゃないですか、うん、ああいうのについてはどうですかいや俺は恥ずかしくないのかなって思うけどね作っててもうその答えに出ると分かりながら同じメンツ同じひな壇のメンツ、はい、同じような V を見て、はいはい、同じようなコメントをする番組を見てお世話になってますなんでって思うとこですよね同じテレビマンからしたらどうしたんだ、うん、いやだからそれは受けるっていうかそれが受けてんだったら別にやってもいいんだけど俺常にね社会のことをクラスみたいに考えてる一般のクラスみたいな人々との関係っていうそれが一番イメージしやすい、ね、イメージしやすいわけよじゃあね例えばこっちに運動ができるやつがいてさ、うん、でこっちにまあ面白いことしかできないようなさ運動もできないけどさちょっと面白いやつがいるわけよ、うん、でそいつらがさクラスの中でさなんとかスポーツをね強いかっこいいやつに勝とうとしてさ、うん、面白いことやってるわけでしょこっちで、はいはいはい、ちょろ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 、はい、ちょろちょろやってるのがさまあ例えば何かのモノマネかなんかで受けたとすらこっちでねクラスの人気者になったとするちょっとねあいつかばかったなと思ったら次から次にその横に来てさ、うん、同じようなモノマネをさ、うん、バーッとやってる連中がだよクラスに3、4人いたとしたら、はい、俺そいつらと友達になりたくねえもん、うん、今のテレビを見てるとそういう感じだからあんなところでなんか あっちが受けたからいやうちもそれでやろうっていうのは友達として嫌だなっていうか悪いなとは思うそれだったら全然違うことをやってった方がそいつの方が俺は信用できるしみたいな感じすいませんその一欲を僕は担ってますこれじゃあなんかうわこれ水曜どうでしょうパクってんじゃねえのっていうの見たらどうなんですかどこまでやったらパクってるってなるんだパクってるとはもうワンカメでスタッフと演者出てもうなんかその場で決まってない旅やってるみたいないやそれってさ絵面として向こうに駅の名前があって2人立ってりゃもう水曜どうでしょうになっちゃうと、はあ、でじゃあ例えば車乗りますよね車どっちから取るってだったらこっちから取るあこれで水曜どうでしょうって言われちゃうっていう、うん、まあ結局それでパクってるわけじゃないの、うん、俺らがもう全部やっちゃったのやっちゃったっていうか電車の中だろうが飛行機だろうが無許可だ俺許可一回も取ってない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 許可は取らない取らないそこは止めないと田舎のローカル局だローカル
よ。だからさ、北海道以外に電波届かない。届かない。どうせ見てねえと思ってやべえ。昔そうやべえよね。そうだろ。いや、アクセルとブレーキだと思ったら両アクセルだって今は。今はでもちょっと気にしますよね。ちょっとはね、さすがに。いや、気にしてないと思う。で、公園で撮っても許可いる時代になりましたもんね。あれ知らなかったもん、俺、ね、公園で許可取るの知らなかった。今それで。今だったら撮るけど、うん、撮るけどね。でもいいんじゃないの。でもほら、許可を取るってじゃあどういうことなのよ。何かね、迷惑をかけるわけでしょ、はい、そういうことやらないと。俺はここまで撮ってるんだろう。だからさ、隣にいるやつをさ、はいはい、4人しかいない、4人しかいないんだよ。そのテレビクルーがさ、おい引き連れてさ、10人も来たらさ、そんな大きなカメラしょってロケやったらそうなるかもしれない。それでは撮んなさいよって思うけど、こっちはこれだからね、これでなるべく。これはもうヤバい人たちの言い訳だよ。お昼のニュースとかで見るもん。これヤバい人たちの言い訳。ちゃんとしてたからね。ちゃんとしてない人がいるんですよね。だからそう悪口がバーンってやったりとか、そういうやつらがいるから許可必要になっちゃうんですよね。あれは、だからやっぱ最初に人格だと思うけどね。なんかダメなやつはダメだもん、そんな。なるほど。あとちょっとこれ内容のね、ちょっとファンとして聞きたいんですけど、やばいじゃないですか、スケジュール。ロケの、はい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 、サイコロなんて特にその場所ついたら次サイコロ振って次行くとか、はいはいはい、でその間に次のところのこの路線であったりとか調べないといけないんですよ、はいはいはい、あれ誰がどうやって調べるんですか。俺がやってるんですよ。で今は携帯があったりするから。こんな分厚いなんか時刻表をね。俺時刻表オタクだからちっちゃんだから俺。楽しいんです。楽しい。あ、マジっすか。そうそう、だから自分たちができる企画だから、他の人から見たらね、いやなんか面倒くさそうなとか。それこそさ、今あれもしね、あの企画携帯のあれでやったら多分できないと思う。スマホですか。スマホだじゃない方がいいと思われた。本当さ、そっちの方ピッピッピッって出るじゃん。いや違うな、まあ、俯瞰で見れる。そう、俯瞰で見れるし、東京の方が。そう日本地図全国の飛行機だなんだっていうのを、まあなんとなく頭に入れてその中で行けるやつ選ぶんですか、うん、それともその次のとこの1から6の目を選ぶときに、うん、基本行けるやつだ。行けるやつだけど、行けないとこもあるわけ。優先順位がどっちなのかなと思って。行けるとこなのか。行けるとこでもハードなやつも時間帯あるじゃないですか。あのね全然別にね、ハードとかそういうこと考えない。一本の電車だけ乗るっていうことを僕書いてないから、はあ、ここを経由して新幹線で出てくるから、だから割と作り方なんかいくらでも自由なんだよ。だから大体半分ぐらいを反対方向にして、半分ぐらいは近づく方にするだけの話なんで、実はそんなに難しい話じゃない。はあ、そのサイコロも6つぐらい、6回ぐらいやったんだけど、はい、最終的にこの人は何て言ったかっていうと、そのサイコロを振るところをやめたいって言った。おかしい話だよ。いやいや、そういう企画っていうのがなんかめんどくさい。めんどくさくなった。結局そのやっているうちにさ、道中でいろんなこと話したりするじゃん。はい。いろんなハプニングあったりするじゃん。はいはいはい。そういうのの方が結局その編集してて面白くて、はい、サイコロ振るぞっていうところがなんかちょっと邪魔に感じるじゃん。いや、僕逆なのよ。テレビで言うと、はい、サイコロを振ってね、はい、なんかっていう企画性だとかゲーム性っていうものをみんな企画として。ぶつけてくるわけでしょ、はい、そこに対して芸人さんである出演者は驚くわけでしょ。驚いてリアクション取りやすいし、ね、そこはポイントだと思ってこっちは、はい、それがやっていくうちになんつうんだろう、飽きてくるというか、あざといというか、もういらないと思っちゃってそれだったらもう一番いいのはこっからここまで。だからアメリカだったらワシントンからどっかまで、それであれができるとかで行くとか、その方が全然こっちはなんていうんだろう、やることが多いし、結局そういうことだね。結局そう、サイコロの旅も結局それなのよ。だそれでサイコロの旅がちょっとそういう気持ちになって、うん、横断縦断、まあまあそうとかになってくる。そうサイコロだからその一つ流れを作るためにさ、必然的な行かなければいけない流れじゃない。そういうものは欲しかったんだよね、うん、結局的にそういうものなくても、その言ったみたいにアメリカを横断するとか、あのオーストラリアで縦断するとかっていうものがあれば一つ本線ができるから、はあはあ、それの方が多分その面白かったね。あともう驚かなくなったどこ行こうとサイコロ振ってね、最初の頃は博多だなんつって驚いてたけど、それをやらせるのがもう苦痛になってきた。なんか、はあ、やっぱり驚かなきゃいけないじゃない、こうやってやったら、はあはあ、嘘つかすのが嫌なのかよ。でもそれが嫌だ。でもそれ、ジローさん、嘘つくのがテレビマンじゃないですか。人もそれぞれ作り方あると思う、うん、はあ、だから多分演じる側はそれ求められるからやるんやろうけど、多分テレビマンの全てがそれを求めて作ってる人ばっかりでもないと思う。だから体質だね、うん、
我々は自分に嘘をつくとやっぱボロボロになっていくっていう、はあ、いう体質だと嘘がつけるっていうんであれば多分いいんじゃないかな。前澤社長みたいですね。何それ。もともとがやっぱ前澤社長って金持ちになりたかったわけじゃないみたいな。ただ困ってる人がいて助ける仕事考えたらZOZOできて、で、あの時ZOZO売るって結構正気の沙汰じゃないじゃないですか。けど売ったじゃないですか、宇宙行きたいっつって。そういうことですよね。別に視聴率取りたかったわけでもないし。いや、視聴率取りたかったんだよ、最初はね。え、そうだよ。でも面白いのやりたかったんじゃないですか。だから面白あのね、面白ければ視聴率が取れると一番最初は、ね、まあ、それもあるけど、ね、一番最初はだけどその自分がやりたいことってのはあるじゃないですか、まずはい、でそれが結果的に作ったところに数字の裏付けってのが来るっていうことがあやんないとその自己満足で終わってるかもしれないっていうところから始まるわけやね最初はね初手だからさ、その視聴率が悪いのはもう、そうそうダメ、もう打ち切りになっちゃうし、もう打ち切りっていうか、ね、作ってる意味がないよね、まずね。なるほど。でも、ね、だから 最初 10% 2桁取りたかったわけよ、うん、だから会社に言ってあの放送時間上げてもらったのよ、はい、あの「ニュースステーション」11時台に上げて、はい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 、あれはローカル番組であんな11時台でバラエティーでね、今でもテラサ系ってバラエティーバーってやってるじゃない、はい、あの枠だったから、まずあそこにローカル枠をっていうことがなかったけど、こっちは数字取りたいから、はい、2桁のまず取りたかったからって言ってそこにまず上げてもらった。まあ案の定2桁取れたのよ、はいはいはい、で次20取りたかったのよ。 20?11 時台で 18. 点何歩までは行ったのよ1回、はい、でもうそしたらもうゴールデンでやれば20絶対見えるでしょ、はいはい、と思ってゴールデンでやったら 12% しか取れたかった。違う、20って取れねえんだと思って。20ってやっぱすごい壁、すごい壁なんだと思って、それ以来今度数字で20はもううちは取れないと、はあ、だからまた深夜の方にね潔く撤退して、はあはあ、でまあ10いくつぐらいでずっとやってたんだけど、まあそのうち DVD を売り出したら、はあ、DVD が1枚4000円で2万枚3万枚、今だったらまあ平均で10万枚ぐらい売れちゃうわけよ。そうなったら今度もう視聴率関係なくなっちゃう。なるほど。で今は視聴率表も見たことない、そういうことでしょうの、もうお金はもうDVD で二次利用で儲けられてるからっていう意味で言うと、まあ非常にその DVD が売れればと思ってる、それが利益になるわけです。とはいえどっちも数字をかけてるってことですよね。まあ、そうそれがないとダメだよ。だから北海道だってさ200万人ぐらい人がいるから、はい、数十万100万ぐらい200万の人に対してこっち向いてもらわなきゃいけないってことになるけども、テレビはね、DVD をね1万4000円で売るってことになってくると、3万人の人が買ってくれればその1億を超える額だよ、はあ、ということは3万人っていうのはその当時2003年頃も6、7年やってたから、それぐらいはお客さんついてるんじゃないかっていう、はあ、3万人だったら我々が面白いと思うことに対してついてくる。なるほど。そしたら商売になるだろうみたいなのがあった。へ、もう現代のビジネスよねこれ。そう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 。そうだから1万ライブで500人が10万出してくれる人がいれば、それで面白いか、 M1 なんか取らんくていいからそれだけやっちゃいいってことですよね。じゃあ意外と全部早めやってるんですね。その2つ先徳井が言った YouTube の先駆けみたいな感じやってますし、なんだったらオンラインライブみたいな形を取ってるのも、はいはい、でも先駆けた意識はないからね、はい、たまたまそういうっていうなってるっていう気持ちになった。すげえ、ね、だからネット持ちすぐ早かったからさ、その掲示板みたいなやつとか、それやっぱめっちゃローカルだったからこそ早かったんですよね。そうなのよ。逆に中央にいると、はい、不自由がないから、はい、だから ほとんどああいうネットのものって、じゃあ東京の人たちどういう思ってたかっていうと、なんかよくわかんないけど面倒くせえものが始まったっていう意識があって、はい、でもローカルからすると、あ、これで日本全国のやつに届けられるんだと思ったら、こんな美味しいものがないと思ったら、ネットが環境がこうなった時に、今までだって200万しか分母がなかったのが1億いけるかも、ね、うん、あ、そう、そういうことだし、はい、今まで本当ハガキしかなかったからね、番組とか。そうだハガキだったでしょ。そうですよね。そうだったよ。ちょっと前だよ、あのハガキに番組の感想を書いてって、あれご本人そうそうですよね。あれあっという間になくなっちゃったじゃない。あれしかなかったんだからね。そう、2000年代もそれあったわけじゃない。あったあったあった。2000年代までなんだ。はあ、それが一気にさ、いろんな人から直接さ番組の感想なりなんなりって来るようになってさ、はがきの頃って文句とかも来るんですか。いや、はがきは来ない。文句は来ないんだよ。だってプレゼントするんだもん、こっち。俺そんなもん全部選んでたから。じゃあ嫌なこと書いて。嫌なことから全部、もちろん抽選なんかしねえもんあんない。嬉しいこと、嬉しいこと書いてる人にありがとう。そう。またファンならではちょっと僕は思ってることなんですけど、うん、あのまあ
サイコロ編やっぱすごいじゃないですか、うん、取れ高と回してる時間は、はいはいはい、でもオンエア尺はあの時間ですから相当そいでそいでトントンってイメージなんですね。あの頃はそんな回してない。あ、そうなんですか。驚くほど回してない、うん、回すようになったのは大泉君がカーブの最初の時にねウィリーをしたんだけど、あその時からだよね。ああ、そのあの時はなぜ取れてたかっていうと赤信号で止まると必ずあの2人が喋ってた、はあはあ、だから回し出せたってことは走行中はあんまり喋ってない当時は、はあ、で取れちゃったウィリーが、そうするともう止められないじゃないですか。なるほど、そのくらいだよ。事故狙いでずっとあ、じゃあドライブレコーダーみたいな。そういうことだ、そうだね。そうだね、ドラレコだったね。あ、そう、先駆けだった、ね、はあ、また先駆けだった、先駆けだった。確かに長時間なんだけど、はい、まあね、私とオリジナルさんが2人で、まあ、カメラ回してこっちディレクトで乗ってるから、はい、まあ大体編集はできていくんだよね、はい、だあ、ここでこれ大体このここを使うなとか、はあ、まあだからそんなに苦労とかあれはないし、まあ捨てるところはもう最初からね潔くボンと捨ててるから、捨てられるから。確かにでもその捨てるところももう見てる人からしたら見たいって心境になるじゃないですか。あ、だから DVD 作ったので、DVD からこぼれてる映像も山ほどあるんじゃないかなと思ったんですよ。うん、それはもう捨てていいやと思ったけど、それも出さないでしょ。それはやっぱりね、そんなに涙を飲んで捨ててるとかないと思って、うん、本当ですか。だってそのベトナムで最終回ってやつがね、はい、伸びちゃったのにさ、はいはい、捨てたくないものがあったからこの日が最終回ですってやつを一緒伸ばしたって、はいはいはい、だから使いたいものは捨ててないから、はあ、涙は飲まないじゃない。なるほど。だってテレビ界ってあれじゃない、バラエティ番組を全部再編集し直した人なんていないんじゃない。そんな番組ない、ね、だから DVD って全部再編集してるからね、はあはあはあ、全部一からもう一回作り直してるから、で そうするとほら尺関係なくなるから。なるほど。1話あたりの尺ってちょっと長かった、はいはい、まあその時点で全部回収してるからほぼもうもう完全完全版、完全版ディレクターズ感、そう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 、いっぱいあるよまだ話し出したら、はい、うん、僕が今から喋って1時間ぐらいまだまだ喋れてしまう。それはそうですよ。だからもうちょっと無理や。だから発明ってことですか。発明家の2人なんですね。発明というのか、でもね、環境はあるんですよ。でもその環境を愚痴らないで逆手にとっていったこととか、おかしなことがやれる環境が実はあったんです。あったんです。1個だけ、1個だけ、1個だけ言うと、はい、藤庵は編集室がずっと編集室で専用であったから、ほう、延々やれてたんですよ時間。そうそうそう、1秒ね、番組ごとにこ、まあ、ほぼ個人の編集室みたいなのが、あれ会社がよく分かんなかったからじゃない、番組を作るのにいや編集機いるでしょみたいな感じで、こっちもう居座ってたから。だから藤庵が言うてできたんじゃなくて、その前にたまたま4つぐらいいるでって言って作ってんけど、誰も使わへん編集室が4つあったんですよ。あ、ちょっと見積もりがおかしかったですね。ちょっとおかしいね。もうね、まあ、ほぼ本当専用の編集室だったもんね、我々の。それをバーンとこう売れっ子番組になって、じゃあじゃあ使ってくださいではなくってことで、ではなく最初からあったよ。それもしなかった、うん、1人6時間までね、だから決められた、自分たちがたまたまそこにいちゃってる環境がどういうものなのかっていうことを割と把握するんじゃない。でここで何ができるのかとか、ここだったらこんなことできるんじゃないかって逆手にとってって言って、またその通りで、そういうことをしてるわけだから、うん、もしそれがなかったらどうしたんですかじゃなくて、そしたらまた違う番組になったら、なかったら多分変わってたんじゃない。でももしかしたら思ってるよりか道のりは遠かったかもしれない、ね、なるほど。でもこういったものってなぜか知らんけど与えられる人に与えられたりするやん、うん、そこを俺フジャンとか喋ったとよう感じるのやな、それを。であと素材が近いねん。素材が近い。俺ら撮ったテープはライブラリーって入れなあかんじゃん、保管しないと、はい、その部屋行ってじゃあここ何なんだったら、あ、これ何々の旅のやつでガッサーって開けたらハイディーとズラ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 ってあるね、うん、もうそこに全部この部屋に全部今まで撮ったやつとかあって、もうこの中で全部完結しちゃうみたいな。これも我々がなんかそういう風にしたってことだね。つまりローカルだからニュースが起こってる。ビデオテープはニュースって使い回すんですよ。なるほどなるほど。一回撮ってたらでも消すんですよ、はあ、そういう習慣がついてるんですよ、はあはあはあ、我々としてはこれは二次利用できると思ってたから、はあ、これ消しちゃいかんと、はあ、だから自分たちの編集者が置いてた。本来だったらそこ置いてたら消されてる可能性があるやつを習慣としては消すね。ありましたもんね、局行った時なんかこの電磁波で消す、うん、バンってやつで近づいちゃダメだっていうのは、そう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 、男性を近づくと何か症状が出るみたいな言われたもんね。言われた。あれがあったからか、いつも近くにあるっていうね。なるほど。実は結構
そのじゃあ特殊な曲だったわけですね。特殊な曲っていうかその当時のその環境を見事に2人はカスタマイズしていたんだよ、自分たちの。だからあそこのあの時代じゃなければ水曜どうでしょうは生まれてなかった可能性があるってことですね。大阪じゃ生まれないし、大阪やったらどうなってたんやろ。まあやり方は考えたと思うよ。でも編集の場あ環境とかいろんなもの含めて、うん、北海道だからこそ、それはなんか感覚的にまあ名古屋にいて北海道の大学行ったのも感覚的になんか分かって行ってると思うね俺。まあそうね、なんか大阪の大学行ったり東京大学行けへんかったんやろ、うんうんうん、なんか分かってんのよ。なんかどっちですか、計算の人ですか、感覚の方ですか。感覚じゃない、だってそんな最初なんて分からへんもん。ここまで計算したいか。はあ、感覚がもうズバズバちゃんとこう自分がやるべき道とこう合わさる人なんちゃう。めっちゃプラス思考なんですか。そう、あ、失敗すると思ってない。失敗したらラッキーってことですよね。そう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 、マブマブ。さあということでございまして、我々マブマブ TV ちょっとみちょぱがいませんけれども、北海道伝説のお二人に来ていただいて、はい、まだまだ話つきませんけども、もちろんでございます。またぜひ今度北海道行って、北海道でね、ぜひ。わかりました、お酒飲みながら一つ。わかりました、よろしくお願いします、はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。 OK OK です。はい、はい、はい、これ YouTube に上げていいのかな。 いいのじゃなくて、そのためにやる、 YouTube に上げるんです。今日だからそれで来てチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てね、イエーイ。